こんにちは、なおです。今回はメインミッションマムシの神域でめちゃくちゃ大幅なショートカットができる場所を見つけたので、そこをちょっと報告したいと思います。もう皆さんすでに知っていることなのかもしれないんですけど、自分はちょっと初めて気づいたので、せっかくなのでちょっと動画で撮ってみようと思いました。まあ、何をするのかというと、別にそんな特殊な何かをするわけじゃなくて、ただ単に、猫歩きの術ですね。要は、足音が立てなくなったり、高所から飛び降りても、ダメージを受けにくくなるという術ですね。で、使う場所なんですけれども、はい、今、到着した、ここですね。ここで、猫歩きの術を使って落ちます。そうすると死なないでまっすぐ行って、こうボスとっていう形ですね。もしかしてめちゃくちゃ有名な箇所で、自分が知らないだけかもしれないんですけれども、もしここのステージで何か周回したり、ボスのところに結構来るっていう予定がある方がいらしたら、ぜひ今のショートカットを使っていただければなと思います。まさか実際、自分はですね、さっきの場所を猫歩きの術を使う前に実は落ちたこともあったんですけど、当然のように即死してたんですよね。なんですけど、さっきたまたま来た時に猫歩きの術を使った状態で、あの崖の場所、まあ、死んじゃうよなと思いつつ落ちてみたら、意外と平気で、しかもなんかもうボスのステージの目の前に到着できるっていう、ちょっとすごい自分的にはすごい驚きだったので、まあ、今更なんでこのステージをと思われる方も多いとは思うんですけれども、一応紹介してみました。まあね、この八つの神弱体化をされてしまったんですけれども、それでもまだまだ結構使える玉城だし、もしこの八つの神の玉城を集めると、それはやっぱりここがまだ一番早いかなとも思うので、もし中に周回される方がいらしたら、今の場所ですね、飛び降りてみると、あっという間にボス部屋まで来れるので、ぜひ試してみてください。はい、先ほどの動画で猫歩きの術の凄さが少しは伝えられたでしょうか。今回はもっと高いところから飛び降りたらどうなるかをやってみたいと思います。実はさっきの動画を撮った後に、あの高さだったら猫歩きの術を使わなくても HP をめちゃくちゃ上げてる人だったら耐えられるんじゃないかなと考えました。で、じゃあもっと高くて絶対猫歩きの術を使ったとしても耐えられないような場所ないかなと探していたところ、この場所を見つけました。ミッション名は何だったかな？虚ろなる魔城だか、そんな感じのところですね。で、エレベーターで上がって一番上まで行っちゃうとダメなんですけど、途中で降りたここが私が見つけた一番高い場所になります。で、皆さんこのプレイコードを見てもらうと分かるんですけれども、この中で受けた落下ダメージ累計ってところがあるんですよね。これ今私がちょっとここで実験をしたので、25万2455になってるんですけれども、これ実験をする前は5万程度でした。で、このめちゃくちゃ高いところから飛び降りたら最大でどの程度の落下ダメージを受けれるのかなと気になって、今実験してみようと思います。で、実験をするにあたって少しでも落下ダメージを増やすためにレベルを1にしました。これなぜかというと、仁王ってこの装備重量が上がれば上がるほど落下ダメージが増えるんですよね。
なので私が今用意できる最大の重さの装備を用意して、さらにレベルを1にして、装備重量ですよね、この装備重量を145.4%まで上げることにより、落下ダメージを私の今現状用意できる中で最大値に近づけるようにしました。で、まあこんな形で、じゃあ飛び降りたら実際どんなダメージを受けるのか実際やってみようと思います。まずは何もしてない猫歩きの術を使わない状態で飛び降りてみます。いきます。ほい。5万9000ぐらいですかね。すごいですね。今までの実験の中で一番のダメージが出ました。で、次はお待ちかね、猫歩きの術で、じゃあ先ほどの5万9、約5万9000のダメージをどこまで減らせるかですね。本当はですね、あの下に今一瞬、さっきの実験で分かった通り、下に敵が潜んでるんですけれども、煙の中に。あいつに落下攻撃をできたらなぁとは思ってたんですけれども、ちょっとそれはできなかったので、落下ダメージの検証ということにしようと思います。はい、ここですね。で、先ほどと同じ場所で今度は猫歩きの術を使います。ダメージがどれほど減るのか見ていてください。では猫歩きの術使います。で、飛び降ります。いきます。いや、だいたい1万8000ですね。ってことは、3分の1ぐらい、ダメージを3分の1ぐらいにできるってことですね、この猫歩きの術。落下ダメージ3分の1に抑えられるということは、今私はレベルを1にしちゃってるので HP 1060しかないんですけれども、ある程度レベルが例えば、そうですね、200とか言って HP が3000ぐらい確保できる方であれば、まあ3倍なので9000、落下ダメージ9000の場所までは猫歩きの術さえ使えば飛び降りてショートカットができるということになります。ただ今回この2往復ですね、現状だとそこまでその落下することによってショートカットできる場所が見つけられなかったんですよね。先ほどちょっと動画で見せた、マムシの神域ですね。あそこなんかはすごい、落下で一気に大幅にショートカットできる、私の見つけた唯一の場所だったんですけれども、もしかしたら他にもちょっとあるかもしれないんですけどね。またあとは DLC 等の追加で今後増える可能性もあるんですけれども。そうなってくれると、すごいこの猫歩きの術での落下ショートカット、使えるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上のような実験になりました。猫歩きの術、ぜひですね、ちょっとした今みたいな極端な例じゃなくても、ちょっとした落下ダメージ防げると結構役に立つ場面もあるので、ぜひぜひ忍術好きな方は使ってみてください。それでは今回の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。